で、準備をしていただきました。また上もたくさんご協力いただいている皆さんがいらっしゃるかと思いますが、本当にありがとうございます。また参加しているチームの皆様にもお会いできて、2年ぶりに演舞ができまして、本当に私とても嬉しく思っております。なかなか皆さんの前にお会いできる機会も少なくなってしまった中でも、無人さん久しぶり、まるちゃんのお菓子久しぶりに聞いたよと声をかけていただいて、私とっても嬉しかったです。また皆さんの心に私たちの演技が残って